来たー。みんな一週間の成果をこいつらに見せてやろうぜ。ちょっとキャプテン。なんだ。俺トイレ行ってくるっす。おい亀山、どうするんだ。あいつを入れても10人しかいないようだが、あとの一人はいるのかな。遠藤くん、あれあいつ、彼サッカー部に入ってくれるって。彼確か運動は、メガネくんって言うのよ。メガネかけるだ。よろしく。よろしくな。どうやら本当に僕が最後の一人になったようだね。入部してあげるにあたって条件があるんだけど。条件？奥さ、10番のユニフォームしか着たくないんだよね。どうするでやんすか。枯れ木も山のにぎわいって言うしね。どういう意味かな。よし、わかった。それでいいよ。キャプテン、マジやんすか。マジだ。だ損はさせないよ、絶対にね。一向に始まりませんね。帝国のデモンストレーションにおじけづいたのかしらね。帝国は試合に負けた他校を破壊することもあると聞きます。試合で負けることは愚か、もし危険などということになったら何をされるか。その時は私が話します。私も気にはなっているのです。は？あんな弱小のサッカー部に何を求めてあの帝国が試合を申し込んできたのか。どう考えても実力差がありすぎますからね。この試合の中で彼らの狙いがわかると思うのですが。遠藤くん、遠藤くん、どうなってるんですか。不愉快先生、今壁山がトイレに。もうこれ以上お客様を待たせられませんよ。さっさと。はい、わかりました。ここにもいない。ここにも、ここにも、ここにもいない。2階はやっぱりいません。あいつ、この大事な時にどこ行ったんだ。おい壁山、壁山、壁。うわ、時間が過ぎてく。おいジモン、どうして俺たちがこんな弱小と試合しなきゃいけないんだ。総帥はここに転校してきた選手を気にしておられるのだ。そいつの実力をしっかりと見極めてこいと。ほう、一体誰のことだ。まだいない。いない、いないってのはどういうことですか。面白いものが見られるって言ったのは鬼道さんでしょう。まだと言ったんだ、慌てるな。へえ、それじゃそいつはうちに呼んでも使えそうなやつなんですね。それは総帥が決めることだろう。俺たちは命令通りに動くだけ。失敗は許されん。どこにも。どこに行っちまったんだ。あいつが行きそうなところはほとんど見たんだけどな。ロッカーが、さっきから揺れてるでやんすよ。出た。出たって、お化けが入ってるわけないだろう。そこにいるのか、壁山。どうも、キャプテン。どうも、どうも。壁山。何やってんだよ、早く出ろよ。試合始まっちゃうだろ。それがそんな、抜けられないんすよ、助けて。じゃあいっそそのままサッカーやるでやんすね。鉄壁の守りなんちって。そんな、出してほしいっす。これがやってみます。キャプテン勝利頼むぞ。勝利、試合でもそのキックで頼むぜ。すみません、俺ちょっと怖くなっちゃったんすよ。壁山、逃げたら何も始まらない。一度逃げたらずっと逃げ続けなくちゃいけなくなる。そんなのかっこ悪いだろ。キャプテン、すみません、
俺、やるだけやってみるっす。ここで一緒に見ててもいいですか？え？私、新聞部の音無春菜です。どうぞよろしく。取材ね。どうぞ。やっと11人揃ったんですね。よかった。うん。それで、それで？勝つ自信ありますか？勝つ自信？あるかないかって言われたら、はい。やっぱり。でも、あの遠藤くんとみんなを見ていると、勝つかも。なんだか、そんな気がしてきちゃうのよね。まだまだ始まったばかりのサッカー部だけど。はぁ、かっこいい！今のコメント、使わせてもらいますね。これより、帝国学園対大門中学の練習試合を始めます。レオキャプテン、コイントスを。あ、キノ君、コイントスを。必要ない。好きに始めろ。挑戦です！これは我がライモンに対する帝国の挑戦です！何ですか、あなた。はい、小生、将棋部の角間啓太。角間、角間と覚えてください。そして今日はこの角間が実況解説を務めさせていただきます。自己紹介をしている場合ではない。ピッチでは今まさにボールがセットされ、ライモン中学によるキックオフがされんとしています。おお、気持ち、なんか僕スターになった気分。確かにな、こんなに注目されたのは俺も初めてだよ。みんなのんきでやんすね。俺なんか緊張して緊張して。さあみんな頑張っていこうぜ。いくぜ。始まりました。まずはそのよか、ボールを松野に当て、自分は帝国ゴールに上がっていった。すごいすごい、それよか、見事に帝国をかわしていく。すげえぜ俺、結構やれるんだな。そのよか、パスだパス。ど、そろ、オッケー、いける、いけるぞ。風丸がぐんぐん上がっていくぞ。そろ、そのよか、マックス、ボールは依然キープ。細かくパスをつなげ、帝国を翻弄。先輩、ハンダスルー、シュートを打つのはこの向こう、ソメオカだ。決まった、キーパーいくらなんでもこれには反応できない。おそんな、あ、惜しかった、惜しかった。ま、こんなものよね。キド、俺の仕事はここまでだ。ああ、始めようか。帝国のサッカーを。始める。行け。ああ、帝国、早くも1点。なんというスピード、なんというパワー。これが全国にその名が轟く帝国のサッカーなのか、帝国サッカーの真の姿なのか。遠藤くん、ライモンイレブン打つ手なし、なすすべなし。稲妻イレブン。ロッシュ行くぞ。オン。キャプテン、エンド！みんな、すまない。止められなかった。クソ！あんな早い攻撃、どうしようもないよ。俺たちじゃ、ついていけないでやんす。何言ってんだ！まだ始まったばっかりだぞ！頑張っていこうぜ！ここでホイッスル！ライモン中学、何もできないまま、10対0で前半が終了！みんな、喋る元気すらないみたい。どうなってんだあいつら、誰一人息が乱れてないぜ。そりゃそうさ、奴ら走ってないからね。僕らずっと遊ばれてるって感じですよ。クソ、このまま終わってたまるか。後半は奴らを走らせて消耗させるんだ。消耗って無理でやんすよ、もうヘロヘロでやんすから。
ああ、俺ももう走れない。なんだなんだ、どうした？まだ前半が終わったばかりじゃないか。後半もやるんすか？やるまでもないっすよ。やっぱりこの試合、無茶にも程があったんですよ。何言ってる！まだやるぞ！勝利の女神がどっちに微笑むかなんて、最後までやってみなくちゃわからないじゃないか！そうだろ？なあ、みんな！お嬢様、前半までで気になることというのはわかりましたか？彼らは何かを待っています。何か。ヤツらまだ動かないか？ご安心、後半では必ず。集まって遠藤交代、後半戦を始める。さあ、後半戦のスタートです。圧倒的な帝国リードの前にどう立ち向かうのか、ライモンイレブン。帝国からのキックオフだ。行くぞ、デスゾーン開始。そして奴を引きずり出せ！続けろ、奴を炙り出すまで。出てこいよ、出てこい。さもなければあの最後の一人を、あいつを叩きのめす。あいつら、ゴールを決めることが目的じゃない。エンドを潰すのが目的。ふざけるな。こんなのこんなのはサッカーじゃない。カズマル、カズマルくん、カズマル。お前の気持ち受け止めたぜ。絶対このゴールは守ってみせる。一度として守れてはいないが。百連全チャット。このシュート決めさせるもんか。止めたかに見えたエンド。しかしボールのパワーはそれをはるかに超えてゴールの中へ。帝国はこれで19点目。そしてライモンのキックオフだが、メガネ以外は立ち上がれないぞ。やだ、もうこんなの嫌だ。なんとライモンのエースナンバー10を脱ぎ捨て、メガネが試合放棄。ライモンイレブンは10人になってしまった。無様だな。無理だ、お前らには俺たちから1点を取ることすらな。ここまでか。奴ら相手じゃ1点取ることもできねえのかよ。やっぱダメチームだったってことか。まだだ。まだ終わってねえぞ。まだやるって言うか。ユカ、今回だけお兄ちゃん10点目。もう見るまでもありませんね。これでライモンサッカー部は。誰だあいつ、あんなやつうちのチームにいたか。
おや、彼はもしや昨年のフットボールフロンティアで1年生ながらその強烈なシュートで一躍ヒーローとなったゴーエンジ柊也そのゴーエンジ君がなんとライモンのユニフォームを着て我々の前に登場もし帝国の狙いって彼待ちなさい君はうちのサッカー部ではいいですよ俺たちはそれでは帝国学園が承認したため選手交代を認めるゴーエンジやっぱり来てくれたか大丈夫か遅すぎるぜお前さあライモンはメガネに代わって新たな10番ゴーエンジが登場です我らの目的はここからだなるほど奴が狙いか行けデスゾーンデスゾーンよしあ、走ったなぜか攻撃エンドを全くフォローせず一人帝国ゴールに上がっていく何メガネと同じ敵でどう思うかあいつ俺を信じて走ってるんだ俺が止めるってこれを止めた俺から必ずバスが来ると信じて。まさか幻のゴッドハンド。止めた！ついに帝国のシュートを止めた！間違いないゴッドハンドだ。40年の時を経て伝説の稲妻イレブンの技が蘇ったのかこれだこれはまたなかなかの余興だな行けゴーエンジそしてボールはゴーエンジにデータ収集は完了したスーパーストライカーゴーエンジのシュート少しも錆びついてはいないたった今帝国学園から試合放棄の申し出がありゲームはここで終了なんと帝国学園試合を放棄これは実質的にライモンイレブンの勝利ともいえる事態ですエンドを守るか思わぬ収穫があったなねえこれって記事に書いてるのえゴーエンジ君の登場が試合を変えたいいえ彼を呼び寄せたものが流れを変えたのですあえて言うならあの諦めの悪さというところでしょうかよく来てくれたなこれで新生ライモンサッカー部の誕生だゴーエンジこれからも一緒にやっていこうぜ今回限りだあゴーエンジありがとなありがとうキャプテン止めないんすかいいんだよさあみんな見ろよこの一点この一点がライモンの始まりさこの一点が俺たちの始まりだ！ここから始まるんだ。ここから俺たちのサッカーが